よし、始めましょう。たまごっちのプチプチを見てちごひいきにやっていきましょう。というわけで、水太郎です。よろしくお願いいたします。さあ、裏でいろいろとまたやってきまして、ロイヤル一歩手前にしております。なので、今回はロイヤルにしていこうの回をやっていきましょう。では、ブティック屋さんからですね。お、もうたまご姫になってますね。シルクハット。シルクハットは普通かな？一回くらいバッグのさ、トートバッグとかそういう系のあれも着てたんだけど、それ以外はあんま変わんないかな。シルクハット。これ吹き出しでね、たまに隠れる時があるから。で、これ返しの部分が色違うから、これかな。卵姫は結構せっかちですね。でもこれは簡単かな。よし、どうでしょうか。はい、大変よくできました。ハートが結構ね、今こうやって見るとばらけちゃってるけど、でもそれでも大変よくできましたですね。ポン、常連ですね。おい、ごっちからロイヤルに、ごきげんよう。ちゃかちゃんちゃかちゃん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 、なんか後ろのさ、丸い建物が雪だるさんに見えてきましたね。スノーマンパーティー、あいつもいいキャラしてたな。よし、ではブティック屋さんの内装を見て、ロイヤルの旗が立った、あとは花が生えたかな。お、スポーツバッグ、あ、スポーツバッグやったことあるかな。では、戻りましょう。では、続いては、お寿司、回転寿司屋さんは時間かかりますね、これね。お、でも、へいらっしゃい。やっぱね、5人は大変ですよ。大量。風鈴めっちゃついてますね。で、中に、店内にいけすができております。で、これね、本当に困るのがね、このさ、サビ抜きって今、サビ抜きが卵姫で出てるんですけども、これサビ抜きを出すじゃないですか。で、手前のやつが割とね、それの普通にサビありをね、頼むとね、そいつが取っちゃってね、評価が2に下がるんですよ。それほんとどうしようもねえなと思って、こういう状態です。こうやってね、イカだけさ、みんなそうやって取っていくとさ、もう卵姫最後にしようかな。無理に評価3取る必要はないと思うんですけど、とりあえずあれだな、手前の上がり待ちを、そこら辺はかわいそうなんで流しておいてあげましょう。飲み物で、割とそういう事故を受けますね。て、何、喉渇いてんのみんな。てか、ケロイはあれだね、喉渇いてんね。炎天下って、手前のやつをちょっと注意していかないとダメかな。手前からやっていく感じかな。マグロ、あ、待って、飲み物が違う。卵姫そろそろ渡さないと怒られそうだ。寝た。お、一番手前は終わったかな。そしたら、ネタで卵足して、サーモン。お、真ん中のも終わってますね、飲み物。あ、出た、卵姫だけ残ってしまったやつですね。これは時間かかりますね。じゃあ次は何が欲しがるか、ちょっと適当に飲み物攻めてみましょうか。これ違うの流しても全然問題ないですからね。食べ物を要求されてしまった。サーモン、サビ抜き頼んでくる人はね、結構サビ抜きばっか頼むんですけど、ね、たまに普通にね、頼む時もあるんですよね。さあ、卵姫、次何飲むのかなと思っていっぱい流したら、そのまんま終わってしまった。5人は本当に大変ですね。事故防止が本当に難しい。ポン、よし、じゃあここもロイヤルになりましたね。善は急げ。割とね、満身創痍でしてね、これ4月2日に撮影をしておりまして、うわ、イクラだ。
なんか粒粒がなんだろう、蛍光になってるのかな。でもちょっと気持ち悪いな。まあ海苔だろうから黒なんだろう。金のお寿司食べれるのかな。金箔は食べれるのかな。まあ、とりあえず回転寿司に行っていきましょうか。あ、ロイヤルの床と旗と風鈴がいっぱいになった。あれ、あとのれんもなんか色変わりましたね。いけさそのまま提灯が置いてある。はい、じゃあ持ってみましょうか。でね、あの3月31日になんか仕事上の手違いとか、うわー、いきなし、はぁはぁ言いながらやってきた玉子姫。あ、ゲストリーしてる。じゃあちょっとその話はまた後にしましょう。で、なんかね、注射がね、注射するパターンもあるんですけど、それがね、注射のあれがね、見分けがつかないんで、なんか一番最後にまだ顔が優れてないとダメっぽいんですよね。今回は、前回はあれですね、合法的にタマコ姫の体を触ることはできなかったんですけど、今回ちゃんとマッサージしていきますからね。でそうするとこのあのゲストリーが取れて、でここで鼻水を拭いてあげて戻んなきゃなんかあの注射をしないといけないですね。で検査のこっちか。でこれの色オレンジなんで、オレンジをブスリとでちょっと頭にチュー。はい、 OK、大変よくできました。まあ、これはね、難しいことはないですね、とりあえずね。口パッチが目閉じてます。そう、3月31日に、あの4月1日に休みを取ってたんですよ。で別にあのね、私のいるところは新年度とか関係ないところだから、別に休み規模で出してて、ちゃんとね、期間前に出してたんですよ。で、そしたらなんかね、ちょっと店長がね、忘れてたらしくて、なんか普通に仕事になってて、おいおいおいと思いながら、まあ言ったら、ちょっとね、直前で変わることになっちゃったからって、3月31日を伸びてくださいって言われたんですよ。で、そこで、どうやら手違いがあったらしくて、ちょっとね、12時間労働になってしまい、次の日、あの、東京ドームに参戦したもんで、なんだろう、3時間睡眠ぐらいで、東京へ旅立ち、20時間ぐらい起きてたのかな。すごい長いライブでしたね。でもすごい初めて行ったけどすごい良かったですね。それがねもうファイナルだったから本当に残念だったな。もうちょっと早くねいろいろ行ってればよかったんだけどな。まあそこら辺のお話はもしかしたら気が向いたらブログの方に書くかもしれませんが、この動画アップしてる時には果たして4月が終わってるのか、まあ、4月中なのか怪しいところですね。はっ、ね、仕事の方もね、なんか変な子がね、ちょっとね、やらかい問題やらかしてね、その後始末というか、いろんなところが大変になってきましたね。さあ、皆さんも、きっと、新社会人、新学期、新学年、いろんななった方がいらっしゃると思いますが、頑張っていきましょう。そしてみんなで5月病にかかりましょう。いけー、タマコ姫どーん。結構ね、あのね、10本以上並べるパターンがありますね。で、ボーリングの球が来ない時がすごいですね。で、投げるゲーム数も増えてますね。おっと、よくよく考えたら、喋るのに夢中になってて、ロイヤルのお店をお見せしてなかったですね。ロイヤルのお店をお見せしていなかった？ちょっと意味わかんないですね。あれ、右のさ、ボールが出てくるはずのところに、あんな絵あったかな？ゴッチになったことで増えて装飾として増えたのかな。さあここもロイヤルになりました。これで多分ね、あのね、謎のボーリングお寿司屋さんみたいなのができるようになると思うんですよ。チャラチャ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 ラチャ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 。エビというこれロブスターに近くないですかね。金のピン、金シリーズだ。あ、違う、もう変えてる。あ、そっか、ゴッチになったところらへんでもう、出てたのかな。ロイヤルの旗というか、床と、なんだろう、あの、マットと、なんだろう、ポスター的な、サムシングと、
あとは上の装飾付き星ついて、あの花瓶とかってあったかな、ダイヤモンドとかさ。ごめんね、君には本当に悪いことしちゃった。さあボーリングだ。あ、なんか像が立ってるのとマットができて、でもそんなもんかな。ボーリングのピンのところになんかちょっとオブジェ的なものが左の方にね立ってますね。はい。お、ヘルプがない。ではご視聴いただきましてありがとうございました。一応買っておきましょうか。寿司ボーリング屋さん、確かね、あの説明書でも見たんですけど、複合店は1回でロイヤルになるみたいですね。まあ、ここは最後にやると思いますが、出てきたのはライブハウス屋さん、フライトアテンダント屋さん。というわけで次回はライブハウス屋さんやっていきましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。さよなら。